国際展示場駅は東京都江東区有明2丁目にある東京臨海高速鉄道臨海線の駅である。臨海線公式ウェブサイトに掲載されている路線図では、とッコ書きが付されている。駅番号は R03、ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線、有明駅との乗り換え駅である。東京国際展示場最寄り駅の一つであり。 同施設を会場として行われるコミックマーケットなどの開催期間中は東京ビッグサイト駅や有明駅と共に混雑する。開催期間中は特別ダイヤが編成されており、ホームドア導入前には当駅の前後で助行運転していたこともあった。当駅には JR 東日本の電車も乗り入れているが、JR 東日本のお得な切符として発売されている特内パスには、 臨海線は含まれていないので利用することはできない。コミックマーケットやコミティアなどのアニメ、漫画、ゲーム、声優関連のイベントの開催時期になると、駅構内に多数の関連ポスターが展示されることでも知られる。島式ホーム一面二線を有する地下駅である。当駅部分は臨海線工事に際し、国鉄時代に取得済みだった用地を転用し新規に掘削された。 部分である。駅舎及び改札口は地上にある。東京国際展示場での祭事開催に伴う乗客集中による混雑緩和のため、地上部コンコースが広く、天井が高い開放感ある構造となっている。2019年度の1日平均乗車人員は29,379人で、ある利用客数1。開業後の1日平均乗車人員は、 下表の通りである東京国際展示場に通じる道当たり駅は1961年に制定された東京港海底港湾計画に基づく東京港内の埋め立て地の一つ14号地中央部に位置する。従って歴史は比較的浅く東京港鉄工塔をはじめ大型倉庫や大型施設などが立地している。 東京国際展示場は祭事により、東京都内有数の集客施設となる。当駅周辺地域を指し示す際に当駅の駅名は、あまり使われず、地名の有明が通じやすい。駅前交差点の名もゆりかもめの駅から取られた有明駅前となっている。駅前にロータリーがあり、国際展示場駅前停留所が設置されている。以下の路線が乗り入れ、 東京都交通局、京成グループ、関東バス、演習鉄道により運行されている。東京臨海高速鉄道臨海線、通勤快速、快速、各駅停車しののめ駅国際展示場駅、東京テレポート駅出店、編集施設の1日平均利用客数施設の統計データ、東京都統計年間。ありがとうございます。